市村正樹です。ブルースギターを始める方法とプレイ幅を広げるコツという本の内容について少しだけお話しします。まあ、ブルースって言っても、まあ、あんまりドブルースにこうすぐ入ろうと思ってもブルースの深みっていうのはかなり深いんで、ブルースが大好き、ブルースだけが大好きっていう人はどん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 こうね深く掘り下げていくジャンルでもあるんですけども、普通のロックをやってる人も何かといえばこうセッションでブルースギターを弾かざるを得ないというか、まあ弾くタイミングとかで、もちろんその何かのね友達とセッションするみたいな、少しジャムってみるみたいな時にブルースを弾けた方が楽しいわけですよ。でそれはねこう結局ロックっていうのはブルースから来てる面っていうのがかなり多分にあるので、特にギター。それで普通のポップスやロックをやってる人もこれぐらいのブルース弾けると楽しいよねっていうことをプレイとしての例題をたくさん出しながら徐々に徐々に階段を登っていくっていうスタイルにしてあります。まあ、例えば単純な話、少しブルースをやった人っていうのはこう例えば A の A7 のブルースを弾くとした時に、 A の時にこうとか A コードの時に何を弾けばいいのかはなんとなく分かってる人は多い。なのですが、そういう人も意外と D7 の時に何を弾いたらいいのかとか E7 の時に何を弾いたらいいのかって実は本当はよく分かってないんですっていう人が多いんですね。でそれはどうやって攻略していくかっていうことをこの本で、かなりの重点を占めていまして、それって例えば E7 だったら E7 というコードの押さえ方を5箇所ぐらい、5箇所ってのはちょっと大げさだとしても最低でも3箇所ぐらい E7 を鳴らすポジションフォームっていうのを分かってると、それは E7 の時に何を弾いたらいいかっていうのは分かってくるんですよ。こことか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 、もう5つ超えた、こことかこことか、今6個ぐらいあったその、ね、そういう場所が分かっている、すなわちリードギターっていうのは、コードとすごく密接な関係なわけですから、当然ですよね、コードの上でリードギター弾くんだから。でそのじゃあどこを弾いていけばいいかといえば、そのポジションを何箇所も知っていって、それをコードじゃなくって少しバラバラに、例えばこれで今ちょっと2、3本弾いただけでちょっとブルースっぽいの分かります？そういうことでちょっとずつちょっとずつ自分が弾ける要素の幅を広げていくっていう手法になっています。それプラスなぜかブルースっていうのは A メジャーのメジャーのマイナーとメジャーの3度がメジャーの時のセブンスの時になぜか A マイナーのこの音を弾いてもいいとかいう面白さがあったり、あとはセブンスなんだから小指の2弦の8フレットは弾いてもいいとか、あと A7 と D のポジション全部足しちゃうとこうなるとか、どこだ？行こうかとか、こう2個のコードを足してそれ黒丸してそれ弾いていくとブルースになるとかいうね、いろんな手法があって、そういったところとかブルーノートってのはこの音だよとかね、こうこの音を半音チョーキング、もしくはクォーターチョーキングするとかっこいいんだよとかね、こう人差し指で下にちょっとクォーターって弾くとかっこいいとかね、そういうポイントをあんまり音楽理論っぽくなくポジションとしての図版を意識する、この図版でここの図版で弾いてみようみたいな図版があっ
で、そこを使ってフレーズを練習していくっていう、そういう手法になっています。で、だん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 後半に進むに従って、アコースティックギターで弾く、これまあエレキですけども、アコースティックギターで弾くときはこう、こんなような、例えばとか、こういうフレーズを入れるとおしゃれだよとか、そういうことと、根本的に均等なリズムのイーブンのリズムとシャッフルっていうリズムの違いを練習して、シャッフルがうまく弾けないっていう人には、その前半の方でシャッフルを弾く方法っていうのもあったり、後半に行くと今度は A キー以外のいろんなキーでトライしていく。それはギタリストにとってA で弾けることっていうのは、例えば2フレット左に下げれば G で弾けますし、 A で弾けることっていうのは3フレット右で弾けば C のブルースが弾けるわけですから、っていうのも踏まえて違うキーで練習したり、コード進行が少し変わったブルース、いろんなコード進行のブルースになっていったり、スライドギターを1曲だけやってみようっていうすごい簡単なフレーズも作ってやったり、あとは6拍子で最後の最後は結構難しいで、アドリブ弾いてみようっていう課題もありますけども、それもすごく難しいコード進行が出てきたとしても、そのコードの押さえるポジションっていうのを、例えばまあこうね、なんか、なんでしょう、ディミニッシュっていう、ディミニッシュって音があってもこうって弾けば大丈夫みたいな、そういうポイントポイントを注入していくっていう、そんな本になっています。というブルースギターを始める方法とプレイ幅を広げる本でございます。